日本中の畜産農家に最先端かつ信頼性の高い機器を提供している中島製作所。創業以来100年近くにわたり畜産機器を作るパイオニアとして開発、製造、販売を一貫して行い、日本の食の安心・安全を守っています。中島製作所では鶏や豚、牛などに自動的に餌を供給する自動給餌システムや、畜舎を清潔に保つための洗浄ロボット、畜舎内の環境を快適にする全自動空調環境機器システム、自動収納装置など、畜産に関係するトータルシステムの開発を手掛けています。社内に掲げられている社是、感謝の念を持ち、独特の技術開発に傾注し、先手必勝に心がけること、この言葉に込められた思いとは。みんなのおかげで、今日あるんで、それに感謝するという本を感謝の精神、これをまあ入れたいと。ともかくよそと同じものを作ってちゃいけないと。うちはよそにないものを作ると。価格競争で やらないで、極力いわゆる人味違う、中島らしいというようなことをやりたいと思って。畜産機器を開拓してきた中島製作所の特ダネポイントとは。一番ポイントは、ものづくりの技術を生かして、プラスお客様の、要するにその飼育する技術ですね、生き物を飼育する技術の融合であると思っています。その中でお客様がこういうものが欲しいというものを、私たち営業マンなり現場の者がその意見を吸い上げて、それを形にしてお客様に提供する。こういうものを作ってほしい、こうならないかといった具体的な要望はもちろん、言葉にはならないつぶやきもお客様の使用状況を調べて形にしていきます。100人のお客様がいれば100通りの使い方や要望があるもの、お客様個々の状況に応じたカスタマイズは経験を積んだ設計・製造部門が担います。その設計部門、お客様のニーズに合わせた特殊な仕様の設計に取り組みます。こちらはそれに合わせて鉄板を加工して出荷までを担う製造部門。そして営業・業務部門は、販売から製品の取り付け・アフターサービスを担当し、全社一丸となってお客様と真摯に向き合います。業界的に忙しいということもあって、会社の方を回していくのがとっても大変なんですけれども、そこにやっぱりやりがいと楽しさを感じています。今どんどん新しいことを教えてもらっていて、それがどんどんできるようになっていくことが今やりがいに感じています。またお客様に向けてどんどんいいものを作っていけるように頑張っていきたいです。私がですね、設計したものがですね、実際に製造されてお客様に喜んで使っていただけるところに非常にやりがいを感じております。長野市の本社、工場のほか、九州と東北にも営業所を置き、畜産家にとって万全のサービス体制が誇りです。今畜産業界というのは、なかなか厳しい環境にあると世の中では言われておりますけれども、確かに生産者の数は減っていますが、生き物である鳥、鶏ですとか豚の数は減っていないんですね。むしろ少しずつ増えていると。何か新しいことを、革新的なことというよりも、今まで来たものを大事にしながらやっていくというふうに考えております。当社はですね、真面目な人材を求めております。例えば野球でいうところの最初の仕事はバットを振って練習することだと思います。そういうことがちゃんとできる真面目な人、それを私たちは求めております。